で、ドローンは大きく分類が3つありまして、1つは、本日もあそこに置いているような、マルチローターと呼ばれるような形のものと、あとシングルローターと呼ばれるような、これ、ヘリコプター型のタイプのもの。で、あとは固定翼機っていう、まあ、飛行機と同じようなタイプの